ニコラ・ピエール・アルマン・マユは、フランス・アンジェ出身の男子プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス37位、ダブルス1位、2015年全米オープン男子ダブルス、2016年ウィンブルドン選手権、男子ダブルス、2018年、全仏オープン男子ダブルスで、ピエール・ユーグエル・ベールとペアを組んで優勝した。ATP ツアーでシングルスは4勝、ダブルスで22勝がある。 身長1 9 0 5トル、右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。ニコラ・マウーの表記も多く見られる。また、2010年ウィンブルドン選手権、男子シングルスにおいて、史上最長試合11時間5分を記録したことで、知られる。2008年ウィンブルドン予選5歳からテニスを始め、2000年に、プロ入り、ジュニア時代、2000年ウィンブルドン選手権の男子、 ジュニアシングルス部門でマリオ・アンチッチを破って優勝したことがある。2001年全豪オープンで4大,大大会にデビューした時は1回戦でアンドレメドベデフに2から6、4から6、6から2、6から4、4から6で敗れた。2001年からの2年間は主にフランス国内のカブサーキットで下積み生活を送った2003年と2004年に マユは9月のモゼールオープン大会でダブルスに連覇を果たしている。ニコラ・マユは2006年3月、京都市体育館で開かれた a t p チャレンジャーツアーの全日本室内テニス選手権に出場し、決勝でロヒコ君を6から4、6から1で破って優勝した。この年はウィンブルドンで初の3回戦進出があり、マユは第1シードのロジャー・フェデラーに3から6、6から7、 4から6のストレートで完敗した。2009年ウィンブルドンにて、マユは2006年までシングルスでの好成績が少なかったが、2007年6月中旬にウィンブルドン選手権前哨戦の一つであるアルトワ選手権で準優勝した。3回戦でイワン・リュビキッチを破り、準々決勝で全仏オープン3連覇を達成したばかりのラファエル・ノダルを破って注目を集める。 準決勝では、同国の新 UR のクレマンを破り、初めての ATP ツアー大会決勝戦に進出したが、決勝では、アンディロディックに第2、第3セットのタイブレイクを奪われ、6から4、6から7、6から7で敗れた。ウィンブルドンでは、2回戦で、同じフランスのリシャールガスケに敗退している。7月のニューポート大会で2度目の決勝に進出したが、 ファブリス・サントロニオン6・ヨン・ロク、で敗れている。ダブルスでは、2004年全米オープンと2007年、全米オープンで、ジュリアン・ベネトーと組ベスト4に進出した。2010年ウィンブルドン選手権男子シングルスでは1回戦で、ジョン・イズナーと、史上最長試合を演じた。詳細は後日、2014年、ニコラエスクでと共に2013年、全仏オープン男子ダブルスでは、 ミカエル・ロドラと組んで決勝に進出した。決勝では、ブライアン兄弟組に46、64、67で敗れ準優勝となった。表彰式のスピーチにおいて、ダブルスに専念するために、シングルスの引退を考えていたことを告白した。2013年全仏終了後の得意の芝のシーズンに入り、トップシェルフオープンの決勝まで予選から勝ち進み、決勝戦で、スタニスラス・ワウ・リンカを、 ストレートで破り、31歳でキャリア初のシングルス優勝を果たした。ランクを240位から一気に120位台まで上昇させ、そして1ヶ月後、ウィンブルドン翌週のテニス連動選手権の大会で、ダブルヘッダーながら、元世界ランク1位のレイトンヒューイットを相手に、フルセットの末に勝利し、キャリア2勝目を挙げ1年ぶりに100位以内にランクを、戻し75位まで上昇させる。 年度末には、キャリアハイに近づく50位まで順位を上昇させた。2014年、全豪の前哨戦となる、ブリスベン国際において、ロジャー・フェデラーとダブルスを組み、準決勝まで進出し、順調なシーズンの滑り出しを見せた。2014年全豪プン男子ダブルスにて、優勝ペアに準決勝で敗れるも、ミカエル・ロドラとのダブルスは、好調を維持し、2月のアブン、アムロ世界、 テニストーナメントでシーズン初優勝を果たした。全豪オープンダブルスでは、ピエール・ユー・グエル・ベールと組んで、自身2度目の GS 決勝に進出。ボレリ、ホニー2組にストレートで敗れ準優勝となった。3月には、デビスカップフランス代表に初選出され、ダブルス戦において、ジュリアン・ベネトーと、組フランスチーム初戦突破に貢献した。そして、得意のワシーズンに入り、 トップシェルフオープンの決勝まで予選から再度勝ち進み、決勝戦でダビド・ゴヒンをストレートで破り、シングルス三つ目となる優勝を飾った。全米オープンに単腹出場し、ダブルスにてピエール・ユーグエル・ベールと共に決勝に進んだ。ジェマリー、ピアーズ組をストレートで破り、悲願のグランドスラム初優勝を遂げた。フランスペアとして、 史上初の全米ダブルス優勝でもあった。シーズン最後を飾る2015年 ATP ワールドツアーファイナル初出場を果たし、ラウンドロビンで敗退だったもののそれまでのキャリア最高の成績を飾った。2016年はエルベールとのペアで BNP パリバオープン、マイアミマスターズ、モンテカルロマスターズで優勝し、マスターズ3連勝を記録した。 全仏オープン終了後のダブルス世界ランキングで1位となった。芝初戦のロスマーレングラスコート選手権では決勝でジレミュラーを破り連覇を果たす。ウィンブルドンではシングルスの2回戦で第13シードのダビド・フェレールを3回戦でダブルスのペア・エルベールに勝利し、自身初のグランドスラム4回戦進出を果たす。4回戦で第28シードのサムクエリーに敗れた。 ダブルスでは第1シードで出場し、決勝でベネトーロジェバセランに6 4 76、63で勝利し、グランドスラムに勝目を挙げた。2016年ウィンブルドンのマユとエルベール2018年は、エルベールとのペアで全仏オープンに決勝進出、決勝でマラチ、パビッチ組に6から2、7から6で勝利し、地元の全仏オープンで初優勝を果たす。 全豪オープンに決勝進出、決勝でアンリ・コンティネン、ジョン・キアース組を6から4、7から6で破り、全豪オープン初優勝を決めた。これにより、マユは4大大会男子ダブルスで、すべてのタイトルを獲得する、キャリアグランドスラムを達成した。コート18に飾られた、史上最長試合の記念碑2010年6月22日から24日、2010年ウィンブルドン選手権。 男子シングルス1回戦において、当時世界ランク23位のジョニー・イスラーと戦い、史上最長記録となる11時間5分を記録した。それまでの最長記録は2004年、全仏オープン男子シングルスで記録された6時間33分で、ある。2010年6月22日18時13分に18番コートにて、試合が開始。21時7分。 第5セットを始まる前に翌日に延期。水曜23日14時5分試合再開。17時45分、最長記録を更新。21時9分、最終セット59ゲームオールにて翌日に延長。木曜24日15時40分試合再開。3日目の16時47分最終セット8時間11分で、4から6、6から3、7から6、6から7。 68から70で敗れた。略語の説明 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス。 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。